5年ぶりの広島記念の決勝進出、前回は決勝3着でした。そして6番の川崎健司、アクシデントを避けて昨日追い込んでの決勝進出。そして近畿中部勢上がっていきます。 SQS 班最後のレース、今年優勝なしの悔しさを意地と貫禄で跳ねのけて最後有終の美を飾るか、稲垣博之。同県同期の村上博之、そして S 級初優勝もここでした北野武史が追走です。残り2周、中近勢前段に上がったところを関東勢が抑えていきます。関東難関勢吉沢が前段に上がる打賞前の2コーナー、しかしもう行きます、打賞から行きます。原田健太郎、打賞から主導権。鐘が入りました。そして中段は2番の吉澤で、3番の稲垣は徐々に追い上げて4番手の外、中段以降が並走状態となっています。原田健太郎の先行、これに3番の稲垣が襲いかかるか、2番手から1番川端牽制しながら、出ていく1センターから2番手からスパート、1番の川端、思いが伝わっている走り、見てくれこの走り。そして番手に5番の池田、3番手が9番の村上裕、切り替えて、あとは2番の吉澤純平、こちらも気合い渾身のこもった巻き返しを見せる。4コーナーから直線、さあ出番が来たか、5番の池田郎、しかし外から9番の村上か、5番4番も接戦。
第2レース S 級決勝戦、距離2015メートル、バンク周回5周、先頭誘導員は大川隆二選手が務めます。この雨は悔し涙なのかもしれません。先ほどの一着インタビューで松浦裕二が悔し涙を人目をはばからず流し、来年の記念制覇を誓いました。その気持ちもおそらくあの選手には伝わっていることでしょう。号砲鳴って最終12レース、広島ピースカップの決勝戦です。スタートは1番の川端智之が取っていきました。追っているのが2番の吉澤純平です。マークは8番の萩原孝之、3番の稲垣博之中段の4番手、9番の村上博之が早くもつけています。6番の川崎健二がその後ろからここは位置を上げていきます。4番の北野武史、後方は7番の原田健太郎、そして5番の池田亮です。これから2周目に入っていきます。7番の原田健太郎が位置を上げていきます。待ち構えている1番の川端智之との連携、この2人は共に準決勝、地元を連れて気迫の戦いを見せました。原田健太郎は連覇を狙い、そして記念初制覇を狙う川端智之が2番手です。そして地元唯一の決勝進出ということになりました5番の池田亮、記念初 V をこの地元で決めることができるか、そして16年ぶりの地元選手の記念制覇なるかです。中段は東の連携、2番の吉澤純平、こちらも昨日は力を出し切りチャンスを生かして決勝へ、今年は市長を連れて地元記念を制覇し、この年の締めくくりも記念を制覇することとなるんでしょうか。吉澤マークに8番の萩原孝之、5年ぶりの広島記念の決勝進出、前回は決勝3着でした。そして6番の川崎健二、アクシデントを避けて昨日追い込んでの決勝進出。そして近畿中部勢上がっていきます。 SQS 班最後のレース、今年優勝なしの悔しさを意地と貫禄で跳ねのけて最後有終の美を飾るか、稲垣博之、同県同期の村上博之、そして S 級初優勝もここでした北野武史が追走です。残り2周、中近勢前段に上がったところを関東勢が抑えていきます。関東南関勢吉澤が前段に上がる打賞前の2コーナー、しかしもう行きます、打賞から行きます。原田健太郎打賞から主導権、鐘が入りました。そして中段は2番の吉澤で、3番の稲垣は徐々に追い上げて4番手の外、中段以降は並走状態となっています。原田健太郎の先行、これに3番の稲垣が襲いかかるが、2番手から1番川端牽制しながらもう出ていく、1センターから2番手からスパート、1番の川端思いが伝わっている走り、見てくれこの走り。そして番手に5番の池田、3番手が9番の村上裕、切り替えてあとは2番の吉澤純平、こちらも気合渾身のこもった巻き返しを見せる。4コーナーから直線、さあ出番が来たか、5番の池田亮、しかし外から9番の村上か、5番4番も接戦、ゴール前は接戦になりました。互いの気持ちがぶつかり合う最高のゴール前でしたが、結果はどうでしょうか。赤番から打賞前から原田健太郎の先行、1センターから2番手からスパートの川端、これに乗った5番の池田、しかし虎視眈々は4番の北野、さらには9番の村上博之も外から伸びていました。さあ三者接戦、モニターでは若干9番の村上博之が優勢か。このまま決まれば大垣記念に続く記念6回目の制覇。しかし5番の池田、4番の北野も打ち粘って接戦です。上位3者接戦の広島記念決勝戦、決定放送お待ちください。